高橋よいチャンネル。報道でですね、岸田総理が防衛費財、酒税とタバコ税で最終調整、所得税、消費税の増税は行わない方針っていうのがありましたけど、これについて。去年の方針だとあれだよね。法人税、はい、所得税、はい、それとあと、タバコでしたよね。はい、法人所得タバコ、はい。で、所得が起こって、はい、所得税の代わりに、うん、酒税をちょっと入れてるなんでしょうね、おそらくね。そういうことか。で、このね、酒税とタバコ税ともにね、はい、これ財務省所管なんで。だから上げやすいんだよ。上げやすいってやったんだよ。でもそれでもまだ増税にこだわってるの面白いよね。このくらいの税金の話だったら、うん、他のところで債務省会議って話したけどね、そこで簡単にできちゃうんだよね。で、そこはしないで、はい、しないで、でも、あえてさすがに、所得税のところは批判が多かったから、はい、そこのところをちょっと酒税で、はい、まあ変えたっていうことじゃないですかね。でもだからもう、なんかガタガタになってるのは間違いないですよね。ガタガタ。ガタガタになってるからね、このね、番組も、なんか国会議員の人を見てるらしいんで、はい、あれ非常に簡単だねっていうふうに言われたことあった、言われたんだけどね、ああいう形で債務省関係を繰り、はいはいはい、繰り入れをやめて、それを、他の方に流用するっていう形にすればね、はい、簡単に予算できちゃうんだよね。うん、財務省も苦しいんじゃないの？ああ、うん、そうなんです、ね。だから財源があるのは、まあ、見えなんで、それでもまだ増税したい。で、増税したいっていう時に文句の言わないところを自分の所管のね、酒税とタバコにしてるわけ。酒税、タバコなぜ文句言わないかっていうとね、まあ、ね、許認可はいろんなの全部財務省も握ってんだ。そうです、ね。で、下手に文句言ったらね、はい、あと大変になっちゃうもんね。はいはい、うん。だから文句言わないよ、この業界は。なんか、ここだったら確かに。絶対言わない。言わないですよ、ね。文句言わない。文句言わない。文句言えない。もんね、そうですよね、うん、首根っこ全部財務省に捕まれてるからねはいはいだからこれはあれだよねちょっとえげつないやり方だよねうんでもねマクド経済運営っていうのに好きちゃうんだけど、はい、増税と利上げを一生懸命しちゃってて、はいはい、クーラさんがさ、はい、まあ利上げしちゃったんだけどね利上げしちゃうから実は税収があんまり税収が今後伸びるっていうので、はい、実は財源を用意するってやり方もあるんですよ、はい、で今後税収が伸びるっていうので財源を用意するっていうのがもうできなくなっちゃったんだよねそれがやっぱりちょっと問題だと思うんだけどクードさんは、はい、ずっと利上げはしないって言ってたでしょそうですね、うん、それでねこれで今回のはね一部のねなんかね人かなんかのね、はい、今回のクードさんの決定は利上げじゃないっていう人いるんだけどちょっとまあびっくりするよねそこのとこからまずね、はい、ちょっと振り帰っておきたいんだけど、はい、実はクードさんっていうのね、はい、この9月26日にね、はい面白いその質問を受けてんだよね、はいはいはい。どういう質問かというとね、先ほどの総裁の当面は利上げしないという発言に絡んでのお尋ねですと、長期金利の誘導目標はゼロ程度で、許容上限の目安はプラス 0.25% 程度となっています、はい。この許容上限を日銀が引き上げることは、総裁がおっしゃる金利引き上げ、あるいは金融引き締めになるのか改めて教えてくださいと。それはなると思います。はい、すっきり答えちゃう。だからこのプラスマイナス 0.25 の話をプラスマイナス 0.5 にしたよね。上げたってことは、実は9月26日の段階ではそれは利上げですって言ってる。言ってるのに、なんか今の段階でもね、利上げじゃないかいっていうね、サイドしてくんだけど、そこまで言うんだったら、工藤さんにちょっとまず聞けよと、はい、あんたも全く9月の時と全く違ってますよっていうのは、そうですね、もう単純な話ですよ。それでね、それをもうちょっとね、細かく言うとね、はい、これは日本銀行の資料なんだけど、イールドカーブコントロールの運用見直しってんで言ってるわけ。それで、書いてある内容は何かっていうと、左の方にイールドカーブっていうに、はいこれは金利っていうのはある期間に応じて金利が決まってくるんだよね、はい、で長期金利が大体一般的には金利高いんだけどね、はい、長期って長い間借りるときには高くなるんで、はい、で短く借りるときには金利安いんだけど、はい、これ見ると10のとこだけポコってへこんでるでしょあへこんでますね、うん、それで10のとこだけ金利が低いというのでこれをなだらかにしたいっていうのが日本銀行の趣旨なわけは、うん、趣旨でやるから今回のは利上げじゃないって言い方するんだけどねこれなだらかにしたいときの、ね、やり方ってね私ちょっとねこれについてはね一か件あるんだけど、はい、なぜかっていうとね昔大蔵省の時に国際化っていうので、はいはい、国際のオペレーションってのやってた、うん、で今は日本銀行たくさんやってるんだけど、はい、その当時は日本銀行はあんまりなくて実は大蔵省の
もオペレーションでやってたわけ。へあの国際整理金オペって言うんだけどね、はい、私それずいぶんやったことあるんだよね、はい、だこういうオペレーションするときにどういうふうにしたらなだらかになったり、うん、このイールドカーブって形が変わるってよく知ってるんだよ、はい、あでこの時のやり方って簡単なんだけど、はい、この自由のところを、はい、この上に上げようと思ってたら、はい、この10のマイナスペコでへこんでんで上に上げようと思ったらこのプラスマイナス 0.25、はい、0.5 に上げるとすぐ上に上がるよ。あ、あります、はいはい、それでねでもね本当に金融緩和するんだったらどういうふうにやるかっていうと、はい、この8とか9のところなんですよ。ちょっと高くなる8、はいはいはい、あそこそこをへこませるんだよ。ここを下げる、ここをへこませるのは本当の金融緩和なんで。なるほど、うん、そうするとね右の方の対策で出てくるんだけど、はい、右の方に今回日本銀行やったのっていうのは長期国債買い入れ額の大幅増額っていうのがあって、うん、これはやるんだよ、うん。で2番目の長期金利の変動幅の拡大プラスマイナス 0.25% 程度、はい、プラスマイナス5、これはやらないの。やらないんですね、うん、はい、それで3番目各年限による機動的な対応、はい、だからあのこれは 10年を、はい、年頭に置いてるんだけどその下の各年限でさらなる買い入れ増額っていうのをやるの。だから要するにどういうふうにやるかっていうと、はい、1番目をの買い入れ額の大幅増額っていうのをやってて、はい、8年9年っていうところで、はい、たくさん買うんだよ。8年9年たくさん買うとそこで金利が下がる。下がるか。だからあのこの右に回3つあるんだけど、はい、1番目は丸、はい、2番目は×、はい、3番目はこの各年限でさらなる買い入れ増額ってここだけやる。ここだけやるってことですね、うん、だからもう答えが出ちゃうんだよね。恥ずかしいねこんな資料出しててさこれねマスコミはこれ読めないから分かんないんだよ。うん、うん、今回利上げじゃないって言ってる人もこういう本当のオペの話を知らないんじゃないの。ああなるほどなるほど、うん、そうなんですね。私わっかりこれ若かりし頃これバンバンやってたことあるからこれよく知ってるんだよ黒田さんはこれ分かっててやってるんですか。あのまあねこれはね邪推かもしれないけどね、はいはい、あの黒田さんが岸田さんに怒られたんで、はい、要するにねずっと利上げしないしないって言ってたでしょ、はい、利上げしないと円安になっちゃってでしょ、はい、円安になるとあの外為特会で含み入れが増えたりとか、はい、あと輸入物価も高くなるでしょ、はい、それが嫌だったんで黒田さんは。だから本当はね円安にしてて、ね、あの外為特会の含み益を出してね輸入物価の話に補助金出せば終わっちゃうんだけどね、はい、そういう政策はあの財務省は通るの嫌だったんじゃないの。だからそれそのまま言うこと聞いちゃって円安はけしからんと思っちゃったんだよ。あで思っちゃったんでそれ黒田さんに言ったんだよ。で黒田さんって官僚だからね、はい、そういうふうに言われたらやるよ。だからこの9月にね、はい、全然違うこと言ってても平気でね、はい、これはそういうふうに言われたんだからしょうがないってことなんだよ。これね官僚のねあの人だったらねいくらなんとか言ってたらそういうふうに言われちゃったら仕方ないと思うんだよ。うん、それじゃあ今回これと真逆のこと言ってるっていうことは俺だって言われてやってるんでってメッセージってことなんですか。はっきりそうだよ。黒田さんそうだと思うよ、うん、だって自分は選挙に選ばれた人でもないしね政治家でもないしね あのはっきり言えばあれだよね、あの親会社の日本政府の子会社の社長だからね、はい、子会社の社長で親会社の社長に言われたらやるよ。そうですね、うん、そのレベルなんだよ。うーんだからよくね日本銀行は独立性あってねどうのこうのっていう人がいるんだけど、はい、あれお間違いなんで、はい、だから安倍さんが生前ね、はい、日本銀行は子会社みたいなもんだって言っちゃったら言ったでしょ、はい、正しいんだよ、はい、その通りですね、うん、うんこれ言われたんだよ。言われてあの円安についてね、はい、けしからんじゃないのって言われたんで工藤さん分かりましたって言ってこういうことやったんだよ。だってそれだからこのねイールドカーブコント運用の見直しで日本銀行を書いたのがぐちゃぐちゃなんだよ。そういうことなんですね。説明全くできないんで。そうですよね、うん、というレベルの話であります。はい新刊ですけど新知性学入門よろしくお願いいたします。